神様の偉大な憐れみの中に消えていくの。そうするとね、私たちの人生がね、まるでよしよしってされてる時みたいに穏やかで優しくて心地いいものになるの。私そう思う。そうだって信じてる。かわいそうに。おじさん泣いてるの？幸せがどんなものかわからなかったんだよね。でも、もう少しだから、もう少しだけ待ってみよ。そうすれば休めるからね、私たち。ゆっくり休めるからね。いや、悪いが
お茶は私の書斎に持ってきてくれないか。今日は2つ3つ仕事があってね。あの辺りの眺めもきっと気に入ると思う。この蒸し暑いのに大先生はコートに手袋。体調に気をつけてるってことだろ。あの人は綺麗だね。それに比べてうちの母さんは相変わらず毎日毎日婦人会討論ばっかり。片足棺桶に突っ込んでるくせに、もう一つの足で新しい生活を目指して難しい本のページを一生懸命めくってる。教授先生は、あいつね、あいつは相変わらず朝から夜中まで書斎に閉じこもって何やら書いてるよ。定年で辞めた老いぼれ大学教授は学のある役立たずで痛風持ちで重待ちで頭痛持ちで嫉妬深くて肝臓肥大症。その役立たずが死んだ前の奥さんの家にしぶしぶ上がり込んできて、都会暮らしは金がかかるからね。あいつは自分ほど恵まれない不遇な男はいないって年中文句言ってるけど、あいつほど恵まれた運のいい男はまあめったにいない。ほんと運のいい男だよ。いや、こんなことはどうでもいい。問題なのは25年間芸術の文学だろ、書いたり講演したりしていた男が、実は文学も芸術も何にも分かっちゃいないってことだよ。あいつ25年の間、やれリアリズムだ、やれナチュラリズムだ、やれなんとかリズムだって他人の考えを受け入れしてただけ。なのに、あのうぬぼれ方はどうだよ、あの思い上がりようは。あいつが死んだら、定年で辞めてみた。世間じゃあいつのことなんだ、世間じゃ。誰一人覚えちゃいない。それならあいつは神様みたいに偉そうにしてる。羨ましいんだろ。そうだよ、羨ましい。それにあの女の良さどうだよ。あいつの前の奥さんだった僕の妹は素晴らしい女だった。まるで天使のような美しい清らかな愛をあの男に捧げてたんだ。そして次の女と来た。あの才色兼備が若さ、美貌と自由と輝きを捧げてしまってる。おかしな話だ、さっぱりわからん。
何かをなさなければならなかったの、お前は。何かよ。人間みんなが物を書く人形になれるとは限らないだろう。あんたの教授先生みたいに。どういう意味？おばあちゃん、おじさん。黙る。いい天気、今日は。暑くもないし。こんな天気に首をつったらさぞいいだろうな。お迎えです。行かなくては。本当忙しいんですね。ヨガさんならお昼を食べに来てください。いや、遅くなりそうです。では皆さん、失礼します。もしそのうち、このソーニャさんとご一緒に私のところへもお立ち寄りください。30ヘクタールそこそこですが、ご興味がありましたら、1000キロ四方どこを探してもないような庭と苗木の林が見られますよ。あなたが森や林が好きで、もちろん社会の役に立つのは間違いないでしょうけど、本業のためにはなりません。お医者さんの仕事は大変でしょう。何が人間の本業かを知っているのは神だけですよ。そんな森や林のことばかりして、単調じゃありません。いえ、それがとても面白いんですよ。だけにはこれまでと変わらず、ストーブに薪をくべたり、木材を使って小屋を建てたりすることを許してほしいね。ストーブなら冷炭を炊けばいいし、小屋なら石で作ればいい。必要なら木を切り出すのに反対はしないけど、森を根返しにする必要はないだろう。今ロシアの森は斧の下でメリメリ音を立ててるよ。何十億本という木が滅びつつあるし、鳥や獣の住処は荒らされるし、川はだんだん浅くなって枯れていくし、素晴らしい景色も消えてしまって戻らない。それはね、人間というやつがそもそも武将で、星を真似て地面から滝を拾うだけの能力がないからだね。そうじゃないですか、奥さん。人間は物を考える理性と物を作り出す力とを天から授かっています。なのに、今まで人間は作り出すどころか壊してばかりいました。森はだんだん少なくなる。川は枯れていく。鳥はいなくなる。気候はだんだん荒れていく。そして、土地はますます痩せて醜くなっていく。もう行かなくちゃ。それじゃ、まあね、また嫌だと。わざわざ人形なんて言って、お母さんの気を悪くしないといられないんですか。今朝の食事の時もアレクサンドルと言い合いなんかして、くだらないことばっかり。私が本気であの人を憎んでるとしたらどうです。アレクサンドルを憎んでも意味がないでしょ。それに別にあの人だって変わった人でもないし、あなたより悪い人でもないんですよ。もしもあなたが自分の顔や自分の立ち振る舞いを自分の目で見ることができたらね、あなたは生きてるのが大変そうですよ、本当。ええ、そりゃ大変だしたいですよ。みんながうちの人の悪口を言って、私をかわいそうなので、かわいそうにあんな年寄りの亭主を持ってって言ったそうに。さっきアストロフさんが言ったように、あなた方が分別もなく森を枯らすから、もうすぐこの地上は丸坊主になってしまうでしょうね。それと同じようにあなた方は分別なく人間を枯らすから、この地上からは純潔も定説も自分を犠牲にする勇気も全部なくなってしまうんでしょうね。どうしてあなた方は自分のものでもない女のことをそう気にするんです。それは先生が言うようにあなた方が一人残らず破壊の悪魔を心の中に飼ってるからなんでしょうね。森も惜しくない、鳥も女もお互いの命も何一つ大事なものはない。そんな哲学は嫌いです。あの先生はどこか疲れた神経質そうな顔してていい顔。ソーニャはあの人を気に入ってるみたいだけど、その気持ちは私にもわかります。ねえワイ、あなたと私がこんなに気が合うのはきっと二人とも暗くて寂しい人間だからだと思う。何？そんな風に人の顔を見ないでください。
好きだと言ったっていいじゃないですか。そう冷たくしないでください。困った人。息苦しくて今うとうとしてたら妙な夢を見た。私の左足が人のものになってたあんまり痛むんで目が覚めた。今何時だ？12時20分過ぎ。朝に言ったら図書館でバーチスコの受注を探してきてくれないか。確かあったような気がするんだが、朝になったらバーチスコの受注を探してきてくれと言ったんだ。確かうちにあって。どうしてこういう。お疲れだからですよ。これでもう人も寝てないんですから。まったく、年を取るということは何ともできないことだな。お前たちみんな、私を見るのが嫌だろう。年を取った、年を取ったって、まるで私たちのせいみたいに。特にお前なんか、私を見るのが一番嫌だろう。そう思うの無理もない。私もそうじゃない。それぐらいのことはわかる。お前は若くて健康で美しくて生きる希望に燃えている。なのに私は年寄りで死に当然だ。今さらどうしようもないじゃないか。もう少しの我慢だよ。もうすぐお前たちみんなを楽にさせてやるからな。私の方が病気になりそう。お願いから何も言わないでください。お前の言うことを聞いているとまるで私のせいでみんな病気になって退屈してせっかくの若さを蝕まれているのに、この私だけが人生を楽しんで何不自由なく暮らしているように聞こえるな。うん、まあそんなもんだろう。もういい。じゃあ私はどうすればいいんです？別に何も。じゃあ何も言わないでください。お願いだから。私が一言喋ろうものならすぐみんな白けた顔をする。私が自分の意見を言う何の権利もないというのか。どうだ、私には気楽な老後を送る権利もなければ、人様にねぎらってもらう資格もない人間なのか。我々の権利のことなんて言ってません。一雨来そう。誰もあなたの権利のことなんか言ってません。私は一生学問に費やし、書斎に親しみ、行動に親しみ、ちゃんとした同僚と付き合ってきた。それが突然いつの間にかこんな墓穴みたいなところに追い込まれて、来る日も来る日も愚劣な奴らを見たり話を聞いたりしなきゃいけない。私は行きたいんだよ。成功したい、有名になって騒がれたい。ところがこれじゃまるで島流しみたいじゃないか。昔のことを忘れています。犯人の成功を見たり、死神の足音に怯えて、ああ、やってやる。
子の辛抱です。もう5、6年経てば私もおばあさんになります。お父さん、自分でアストロフ先生を呼べと言ったのにあの人が来ても会おうともしない。失礼じゃない、人に迷惑かけて。お前のアストロフが私に何の用があるんだ。私はあんな本当だと話がしたくないんだよ。どうぞご勝手に。12時過ぎ、はい。机の上の水薬を取ってきてくれないか。はい。それじゃない、頼み事一つできやしない。そうなら止めないでよ。そんなの人によっては好きかもしれないけど私は嫌なの。そんな相手をしてる暇は私にはない。明日は草刈りだから早起きしなくちゃいけないんだから。おい、そうですね。エレナさんもソーニャももうお休み、僕が変わるから。いや、それは困る。この人の相手だけは勘弁してくれ。喋りやすく聞いた。2人とも休ませてあげなきゃいけませんよ。もう2日も寝てないんですから。勝手に寝れば悪いだろう。でも君も言ってくれ、頼むよ。なあお前、お願いだ、この人と2人にしないでくれ。喋りやすくキリがないんだ。こうなるとむしろ滑稽だよ。あの人のせいでヘトヘト倒れそう。あなたはあの人のせいで、僕は僕自身のせいですっかりボロボロですよ。もう3日も寝てないですし。おかしな家ですね、ここは。あなたのお母さんは佐知東武子さん以外全部嫌い。この武子さんは会食ばかり起こして私を信用してくれないし、あなたの前でビクビクしてる。ソーニャはソーニャで父親に当たり散らすし、私とはもう2週間も口を聞いてくれない。あなたはうちの人が嫌いでお母さんをバカにしてる。私はもうイライラし通して今日は何回も泣きたくなった。変な家です、ここは。哲学はやめましょう。ねえ、ワーニャ、この世の中を滅ぼすのは強盗とか火事じゃなくて、むしろ妬みとか憎しみとかそういうつまらないいざこざなんです。だからあなたも文句ばっかり言わないで、みんなを仲直りさせるようにした方がいいんです。じゃあまず第一に、僕を僕自身と仲直りさせてください。私はぼーっとしてしまって何て言ったらいいか分かりません。申し訳ないとは思いますけど何も言えません。おやすみなさい。それだけじゃありません。この家であなたの命が少しずつ削られていくのを見ると僕は我慢ができない。あなたの将来にどんな望みがあるというんですか。老後でもない哲学で自分の命を縮めるのはもうやめにしましょう。わーや、はい、あなた酔ってるんですね。そうかもしれません。先生はあっちです。ああ、そうかもしれない、うん、前は一滴も飲まなかったし、そんなにおしゃべりでもなかったのに、うん、さあ、おやすみなさい。はい。あなたの相手は退屈です。私の大事な映画、触らないで。10年前、どうしてあの時あの人に恋をしてさっさと結婚を申し込まなかったんだ。どうして年を取ってしまったんだ。どうして俺の教授があの人に通じないんだ。しかしまんまと騙されたもんだな。
みたいにあいつのために働いてきた。そうやと二人でこの土地から絞れるだけ絞り上げてきた。自分たちはギリギリまで切り詰めて、小銭から何千という金を積み上げて、あいつに仕送りしてやった。俺はあいつやあいつの知識が自慢で、それが生きがいでもあったし励みでもあった。今はどうだ。あいつが今退職してみたら、あいつが一生かけて何をやろうとしたかよく分かった。あいつが死んだら1ページの仕事だって残らん。まんまと騙されたんだよ。おじさん、どうしたの？大丈夫？おじさん、また先生と飲んだの？本当の人生がない以上、幻に生きるしかない。何もないよりはマシだからね。草刈りが終わるというのに、おじさんは幻を追うのが仕事なの？うちの仕事もしないで私だけ働いて。いや、泣いてないよ。何でもないさ、くだらないことだよ。お前の目が亡くなったお前の母さんにそっくりだったんだ。そうにゃ、俺の可愛い妹、お前は今どこにいるんだ？おじさん、何言ってるの？辛いんだよ。苦しいんだよ。何でもない。そのうち、何でもない。もういい。どうしました？好きなら自分だけで飲んでくださいね。お願いですから、おじさんには飲ませないでください。あの人には毒ですから。わかりました、もう一緒には飲みません。そろそろ私は帰ります。雨が降ってます。朝まで待ったら？振られたとしても大したことはありませんよ。あ、今夜はもうお父さんのことで呼ばないでくださいね。父は若い頃からずいぶん女の人にモテたそうですから、ずいぶん甘やかされてしまったんです。あなたのお父さんはつんぐと書物のお化けみたいだし、おばあちゃんはうつっぽいし、おばあさんもあの通り。それからあなたのお母さんも。お母さん？人間は何もかも美しくないといけない。顔も服も心も考えも、確かにあの人は美人です。でもあの人はただ食べて寝て散歩をしてるだけ。でもあの美しさがみんなを酔わせる。私もワーニャと同じように人生に不満なんです。ああ、それで二人ともだんだん愚痴っぽくなってくるんですね。人生に不満？私は今ではもう何も期待してないし、誰も愛そうとは思いません。誰も？ええ、誰も。ダメです、もうやめましょう。
あなたはどうします？わかりません。まあどうもしないんじゃないかな。私はもう愛することなんかできないし、それに第一そんなこと考えてる暇がないことをその人にそれとなく分かってもらうでしょうね。そろそろ行きます。ではまた。ソーニャさん、雨が止んだ。ああ、いい天気。先生は？入りました。ねえ、いつまであなたはそんな顔してるの？お互い避ける理由なんかないでしょ？私がお金目当てでお父さんと結婚したと思ってたんでしょ。でも本当にただ好きだったからよ。あの人が有名な学者で夢中になってしまったの。そりゃそんなもの本当の愛じゃないかもしれないけど、あの頃は本物のような気がしたの。もういいの。みんな何かを信じてないと生きてはいけないの。お母さん、幸せ？いいえ。植林とか医療とかそういうのは大して大事じゃない。大事なのは才能があるということなの。どういうことか分かる？木を一本植えるとしても千年先それがどうなっているか、あの人はちゃんと考えていて、人類の幸福というものをはっきり目に浮かべてる。そういう人は滅多にいない。だから大切にしてあげなくちゃいけない。私はあなたの幸福を心から祈ってる。だってその価値のある人だから。それに比べて私は退屈な添え物みたいな女。音楽をやってもお嫁に来ても浮いた噂が立つ時もいつでも添え物みたいな女なの。本当言うとね、そうね、私ほど不幸な女はいないと思う。私に幸福は似合わないの。Thank you.
教授先生が全員今日午後1時にここに集まれて行ったんだろ。もう15分前だ。何か私たち庶民にありがたいお言葉でもくださるのかね。何かお話があるんでしょ。あの人にはお話も何もないよ。よまいごとを書く、ボソボソ苦情を言う、それだけだよ。おじさん。あ、ごめんごめん。あなたこそ一日中ボソボソ何か言ってよく間飽きませんね。私は一日をどう過ごしたらいいのか分からずに死にそうなのに。やることならたくさんあるよ、その気になれば。例えば？帳簿をつけたり、百姓の子に何か教えるとか。私はおじさんと一緒によく市場へコナン売りにも行ってたし。それは無理ね。そういうことには興味もないし。退屈は体に毒。ね、お母さん。退屈だって言ってブラブラしてる人がいると、周りの人に映るみたい。ほら、おじさんは一日中何もせずに、お母さんのことばっかり追いかけてるし。私だって仕事も何もほったらかしてお母さんのところへ来てしまうでしょ。あのアーストロフ先生だって、今じゃ大事な森も患者もほったらかして毎日ここに来てるじゃない。お母さんは魔法使いね、きっと。何をそんなに悩んでるんですよ。ねえ、そんなに美しいのにそんなこともわからないんですか。あなたには魔性の血が流れてるんですよ。いっそのこと魔女になってみたらいい。一生に一度ぐらい好きなことを思い切りやってみたらいい。ああ、早く魔物みたいな誰かに呼ばれてみたらいい。教授先生やここにいる全員がこうあっけに取られるぐらい掴みでハマってみればいい。どうしようと私の勝手です。先生は？おじさんの部屋です。何か書いてるみたい。ねえ、私相談があるんだけど。何？どうしたの？素敵な髪じゃない。嘘、可愛くない女を与えて、いい目だねとか素敵な髪だねとか言われるの。私あの人をもう6年も思ってきて、最近毎日のようにここに来てくれるけど、私のことなんて見てくれない。私すごく辛い。もう我慢できなくて。で、あの人は？知らないはず。そう、変な人ね。じゃあ私から話してみる。遠回しに好きか好きじゃないか、それくらいすぐ分かるはず。大丈夫、そんなに心配しないで。遠回しに気づかれないように聞くから。イエスかノーか、それさえ分かればね。もしノーならもうここには来ないようにしてもらいましょう。もう顔も見ない方が気が楽でしょ。今すぐ聞いてみる。あの人私に図面か何か見せたいって言ってたから、ちょっと行って見せてほしいって言ってきてくれる。ええ、じゃあお父さんが図面を見たいって伝えてくる。人の気持ちを知りながら力になってやれないことほど嫌なことはない。私にはあの子の気持ちがよくわかる。どうしようもない退屈な毎日、辺りをうろうろしているのは人間というより灰色の塊といった方がわかりやすい。耳にするのはくだらない話ばかり。ただ食べて飲んで寝ることしか知らない人たちばっかり。だから夢中になるのも仕方がない。私だって少しその気になったくらいだし、あの人が来ないとなんだか寂しいし、あの人のことを考えると顔が緩む。私には魔性の血が流れている。一生に一度くらい好きなように思い切りやってみるがいい。そうね、それが正しいのかも。いっそ小鳥みたいに自由になってこんなところ飛び出したら、みんなの寝ぼけたような顔や飽き飽きするような仲話が見えも聞こえもしないところに行って、きれいさっぱりみんな忘れられるのに。お待たせしました。図面を見たいと聞きました。昨日見せてくれるって言ってましたよね。お時間大丈夫です。ええー、もちろん。お生まれは？ペテルブルクです。じゃあこんなものつまらないかもしれませんが。そりゃ田舎のことはよくわかりませんけど、本で随分読みました。私はこの家に自分の机を持ってきてるんです。患者の対応で疲れ果てて頭がぼーっとすぎると
間こんなことをして気を紛らわすんです。ワーニャとソーニャさんはそろばんをパチパチ言わせている。そのそばで私は自分の机に向かってこれに絵の具を塗るんです。じゃあまずこれを見てください。これは50年前のここの様子です。濃い緑、薄い緑は森で総面積の半分を占めています。緑色のところに赤い網目がついているのは王子かや。ヤギの住んでいた場所、ほら、その湖には白鳥やガイやカモが住んでいました。大小の村のほかにこんなふうに分村とか集落とかお坊さんの安室とか水車小屋とかが散らばっています。牛や馬もかなりいました。その水色に塗ってあるところがそれです。今度はこれを見てください。これは25年前の様子です。これになるともう森は総面積の3分の1しかありません。王子かはまだいるけどヤギはもういません。緑も水色もずっと薄くなっています。まあざっとこんな感じです。さあ3枚目に移ります。これが現在です。緑色は点々とありますが一面というわけではなく飛び飛びになっています。王子かも白鳥も山鳥もいなくなってしまいました。前にあった分村や集落、暗室や水車小屋は今では跡形もありません。要するにだんだんとしかも確実に衰えていく様子が見えるわけで、まあもう10年か15年もしたら何もなくなってしまうのは間違いありません。あなた方はそれは文化の影響とか古い生活は新しい生活に置き換わるべきだと言うと思うんです。確かにもしもそんな風に森が根絶やしになった後に道路ができて鉄道が通ったというなら、もしくは製粉所や工場や学校ができたというのなら、そして住民がもっと健康にもっと裕福にもっと聡明になったというのなら私も理解できますが、実際はそんな気配は一つもありません。ところでどうしてそんなに悪くなったのかと考えてみると、つまりそれは力に余る生存競争の結果です。言い換えると無気力と無知と徹底的な無自覚とがこのような状況の悪化を招いたそもそもの原因で、つまり飢えて凍えて病んだ人々が何とか命をつなぎ子供を守っていくために飢えをしのぎ身を温めるために明日のことは考えずに全てを荒らしてしまった。今ではもうほとんど完全に破壊してしまったのに、その代わりに作り出したものはまだ何もないんです。あまり面白くなさそうですね。あ、でも私こういうことよくわからなくて。わかるわからないというより、ただあなたは興味がないんですね。実は他のことが気になっていて、ごめんなさい。私あなたに聞きたいことがあったんだけど、なんだか言いにくくて。聞きたいこと？ええ、まあ座りましょう。実はある若い女のことなんです。友人としてお互い正直に話しましょう。話が済んだらそれでもう忘れてください。わかりました。話というのは私の義理の娘ソーニャのことです。あなたあの子のこと好き？ええ、尊敬しています。女としては？いいえ。何も気づいてないんですか？別に何も。あなたはあの子のことを気にも留めてらっしゃらない。あの子は今ひどく悩んでいます。そこを察してもうここには来ないようにしてください。私はもう終わったりです。それに忙しいですし。私今なんだかドキドキした。でもよかった、話ができて。じゃあこれできれいさっぱり忘れてください。何もなかったみたいに。そしてもう帰ってください。あなたなら分かってくれますよね。あなたはずるい人です。Ha ha ha!
知っているはずです。そんな可愛らしい顔をしてあなたは獣みたいだ。そんな目で私を睨まないでください。獣って何のこと？怖いんですか？私はあなたが思っているより強い女です。さよなら。すぐ帰ります。もう二度とここへは来ません。その代わり、どこかで会いましょう。その目、その唇、一度だけ。やめて。何も言わないで。もうやめて、出ててください。話すね。明日、森の小屋で、2時頃、いいですね。話して。なんでもない。ああ、悪いね。いい天気だ、今日は。朝のうちがぐずついて、一雨きそうな空だったけど、今じゃ日が出てる。いい秋になったね。まあ、日が短くはなってきたけど。ねえ、俺が、シャラとして、私たち夫婦がとすぐここに立てるように、どうにかして。ああ、そう。わかりました。あ、僕はエレナを見てしまって。いい、私もすぐここを立つんだから。ああ、他の連中は、はあ、私はこの家が気に入らないな。まるで化け物屋敷だ。ただっぴろい部屋が26もあって、4だって探したって誰も見つけらしない。あの人はなんて、後で大体分かった。あの人はもうここには来ないんでしょ。ね、そうなんでしょ。聞いてない。僕にはもう用がないですよね。言ってもいいですか。いや、誰よりも君が大切な人なんだよ。一体何を仰せつかるんですか。仰せつかる。いや、君は何で怒ってるんだ。もし私が君の気に障るようなことをしたんであれば、どうかお許し願いたい。その言い方をやめてください。本題に入りましょう。どんな用なんですか。さあ、では皆さん、始めましょうか。今日、皆さんをお呼びしたのは、ある重要なことを皆さんと話し合うためです。私は学問をする人間で、書物に埋もれているものですから、実生活についてはこれまでずっと疎かったわけです。なのでこの際、世情に詳しい皆さんの知恵を拝借しないことにはとても解決できないため、ワーリア君をはじめ、お母さん、あなたにもどうか相談に乗っていただきたい。で、その話というのが、我々はマレックス・オムレス・ウダ・ノックス、つまり人間いつ死ぬか分かりません。私もこの通りの老人でもあり、病人でもありますから、自分の家族のことに関しての財産の整理のことをしておかなければならないと思っています。私の生涯は終わったも同然ですから、自分のことは考えもしませんが、私にはまだ若い妻もいれば、年頃の娘もいます。このようないらだれの生活を続けていくことは私には到底できません。我々はそういう人間ではないからです。かといってこの領地から生み出されるだけの金で都会暮らしをすることもまた同じく不可能です。仮に森の木を売り払うとしても、これは非常時の手段であって、毎年その手を使うわけにはいきません。それで我々は多少でも一定の収入を将来にわたって保証してくれるような方法を見つけ出さなければならないわけです。そこで私はある方法を思いついたので、皆さんのご意見を伺いたい。細かい点は抜きにして大雑把に説明することにしますが、まずこの領地は平均して2分以上の利益を上げていない。そこで私はこれを売り払うことを提案したい。その代金を有価証券に振り替えれば、支部ないし五分の利を上げることができ、私の考えでは何千かの余分な金も浮いてくるはずです。それがあれば
フィンランドあたりにこじんまりした別荘を買うこともできるはずです。待ってください。なんか僕は耳がおかしくなったのかな。もう一回言ってください。代金を有価証券に振り替えて余った金でフィンランドに別荘を買おうという話です。フィンランドのことじゃない、その前。この領地を売り払って。そこです。この領地を売り払う。お、素晴らしい思いつきだ。そうすると僕は年老いた母親やこの葬儀を抱えて一体どこに行けというんですか。そのことについてはいずれまた相談しようじゃないか。そう一度に話はできない。ちょっと待ってください。僕がおかしいのかもしれないんですけれども、今まで僕はこの領地はソーニャのものだと思ってました。この領地は父が亡くなる前に僕の妹が嫁に行くときに買ってやったものなんです。僕はバカだから、ここは妹からソーニャに相続されたものだと思ってました。そりゃそうだよ。この領地はソーニャのものだ。誰がそうじゃないですか。だからソーニャの承諾がなければ私だって無理に売ろうなんて言わないよ。私がこの提案をしたのもソーニャのためを思えばこそなんだから。おかしいな。ちょっと全く意味がわからないな。僕がおかしいだから。それとも…アレキサンドルに口答えするんじゃない。任せておきなさい。この人の方が私たちより物事のいい悪いが分かってるんだから。ああ、何なんですか。次はどんどん言ってください。わけがわからん。君はどうしてそう興奮してるんだ。私だってこの計画が理想的だとは言ってないだろう。皆さんがダメだと言うなら無理に固執するつもりはないんだ。この領地は当時の金にして9万5000ルーブルで買いました。父はそのうち7万しか払わずに死んだから、残る2万5000は借金になった。いや、ここをよく聞いてください。僕は大好きな妹のためを思ってこの領地の相続権を放棄した。じゃなければここは結局こうしてうちのものにはならなかったはずです。それだけじゃない。僕はこの10年まるで牛みたいに汗水垂らしてその借金をきれいに返した。失敗したな。こんな話するんじゃなかった。なのにあんたは年取った僕の首根っこを捕まえて放り出そうって言うんですか。何をどうしろと言うんだ。わけがわからん。この25年間僕はこの領地のやりくりをして汗水垂らしてせっせと君にお金を送ってきた。なのにあんたはその間ずーっとありがとうの一言も僕に言ったことがない。その間ずーっと若い頃も年取った今も僕はあんたから年に500ルーブルだけまるで小銭みたいにわずかなお恵みをありがたく頂戴しているに過ぎない。しかもあんたは1ルーブルだってそれをあげてやろうって言ったことがないだろう。ワーニャ、それは無理な話だよ。私は実務に疎い人間だからそういうことは全然わからないんだ。君が好きなだけあげてくれたらよかった。思いっきりぽったくればよかった。でもそれすらできなかった腰抜けの僕を皆さん思いっきり笑ってください。そうすればよかった。そうすれば今さら不老者にならずに済んだから。やめなさい。僕は25年もこの母親と顔を合わせてまるで僕らみたいにまともに子供たちに暮らしてきた。考えることも感じることも全部あんたに寄りかかって生きてきた。昼は昼であんたのことをしてあんたの仕事のことを話題にしてあんたを私たちが誇りにしてあんたの名前を恐れ慎んで口にしてきた。夜は夜であんたの本能の出したのを許すけて大切な時間を潰したんだ。今じゃこんなこと見向きもしないとな。何なんだ。どうしろというか。あんたは私たちにとって世界で一番偉い人だったんだよ。あんたの書いたランプは全部やんできた。芸術がどうとか言ってやるか。あんたの芸術と芸能人も分かっちゃいない。かつて僕が愛読したあんたの本なんか何の価値もありゃしない。私たちも完全に騙されてたんだよ。誰かこの人をどうにかしてくれないか。僕はもう行くよ。ワーニャ、もういい加減にして。やめない。まだ話は終わってない。あんたのおかげで僕は一生台無しにした。この年まで僕は自分の人生を楽しんだことがない。あんたのおかげで
しろというんだ。この領地が君のものなら君の勝手にすればいい。私はこんなところ欲しいと思う。こんな地獄みたいな場所出て行きます。もう我慢できない。一生を無駄にしたんだよ。もし僕がまともに暮らしてたら、ショーペンハウエルになってドストエスキーにだってなれたかもしれない。くだらない。頭がおかしくなりそうだ。母さん、僕はもうダメだ。母さん、だからアレクサンドルの言う通りにしなさい。どうしたらいい。
は人を殺そうとしたのに誰も訴えようとも縛ろうともしない。つまりは僕が狂ってるって扱いにしてるわけだ。この僕が狂っていて大学教授とかいうお面をかぶってまんまと自分の盆栽ぶりやバカさ加減が非人間的な性格ぶりをごまかしているようなやつがまっとうな人間だっていうのか。わざわざ年寄りに嫁に来て人前で堂々と旦那を裏切るような女がまっとうな人間だっていうのか。僕は見たよ、ちゃんとこの目で君があの女を抱いてるの。そう、抱いた。でもね、ほらおおかしいな、この地球の方だ。ノーノーと君たちを生かしておくなんてね。何をバカなことを。ああ、いいさ。どうせ僕は狂ってるんだから責任を力もないなし、どんなバカを言ったっていいだろう。その手は古いね。君は狂ってるどころか気難しい、ポンコツだ。まったく、普通の人間っていうのはみんな上級した病人だと思ってたけど今では普通の人間が気難しい、ポンコツなんだと認識を新たにした。君は全く普通の人間だ。どうしようもない。なんてこった。どうしたらいいんだよ。まあ仕方がないね。なんとかしてくれよ。僕はもう47だ。仮に60まで生きるとすると、あ、6、4、23、13年だ。長いよ。その13年を僕はどうやって生きていったらいいんだよ。どうやってその日その日を埋めていったらいいんだよ。せめて何かこう違う形で残りの人生を送れたら。おい、教えてくれよ。どうやったらやり直せる。どうしたらいいの。しょうがない男だ。今さらやり直しも何もないだろう。君だって私だってもうおしまい。やっぱりそうか。間違いなくね。なんとかならないな、ここが痛くて。いい加減にしろ。200年経った後でこの世に生まれてくる人たちは、惨めな私たちがこんなにバカみたいで退屈な人生を送ったことをかわいそうに思うだろうね。でもさ、私たちは結局、いや、私たちに何か一つだけ希望があるとするならば、棺の中で目をつぶったとき何か幻が見えてくるかもしれないということかな。それも何か楽しい幻。いや、こんなことでごまかされないよ。さあ早く返して。何も取ってない。いや、君は私の薬箱からモルヒネの瓶を取った。君がもしどうしても自殺したいと言うなら森の中でバンと一発やればいい。でもあのモルヒネは返してくれ。そうじゃないと世間がうるさい。まるで私がわざわざ君にやったみたいに言われるのは嫌だ。私が君の死体の解剖をしなきゃいけない。それだけでもううんざりだ。我慢して、一生の終わりが自然に来るまで我慢する。おじさん
ないとこのままじゃ耐えられない。やっと帰れる。ワーニャ、ここにいたの。私たちもう立ちますから、アレクサンドルのところに顔出してもらえ。何かお話があるって。行こう、おじさん。お父さんと仲直りしなくちゃ、ね。もうこれで、さよなら。さようなら。さっきの約束、もうここには来ないって。ええ、忘れていません。びっくりさせました。え、このままここに残ったら。いいえ、もう決まったことです。だからあなたの顔を見ることができるんです。お願いです。このままここに残ってください。あなたはこの世で何も生きる目的を持っていない人だ。何をしても気が紛れることがない人だから、そのうち結局は情に負けてしまう人でもある。これはもう決まってること。どうせそうなるなら、ハリコフとかクールスクとかいう町より、この自然豊かな土地の方が100倍も1000倍もマシだと思いませんか。少なくともその方が素敵だし、ずっと美しい。ほんと変な人ね、あなた。聞けば聞くほど腹が立つ。でも私、あなたのことはいい思い出になると思う。あなたは面白い、変わった人。もう二度と会うことはないでしょう。だから思い切って言いますけど、私、あなたに少しだけ惹かれてた。さあ、握手をして、それでお別れにしましょう。ええ、もう行ってください。この鉛筆、記念にいただきます。せっかくこうして知り合った人が、一夜明ければもう二度と会うことがない赤の他人。これが人生というものかもな。誰もいないうちに、お願い。一度だけ。さよならの印だ。これでもう大丈夫。さよなら。もう行きます。昔のことをああだこうだ言うやつは、目をつぶれてしまえばいいんだ。あの騒動があって、たった4、5時間で私は悟ったよ。考え直すことになった。人生いかに生きるべきかについて。後世への教訓ともなるべき、大論文だって書くことができるぐらいだ。喜んで君の謝罪を受け入れると同時に、こちらからも深くお詫びしたい。毎月の仕送りは今まで通り送ります。で、落とす。アレクサンドル、また写真を送ってくださいよ。さよなら。さよなら。皆さん、一つだけ、老いたりに念じて、さよならの印に、一言だけアドバイスを。皆さん、何かをなさなければなりません。何かを。さよなら。ごめんなさい。
ありがとう。今頃アフリカは焼け付くような暑さなんだろうな。そうだ。